にちは。こんにちは。はい、それでは今日も動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、明日発売する、はい、コモリの5ポケットデニムをご紹介しようかなと思います。はい、今年の1月かな最初は、うん、確か1月だったと思いますけれども、まあ、まだちょっと寒い時期に、まあ、春に、履いていただくっていうようなイメージで、うちも仕入れておりました。はい、11.5 オンスぐらいのちょっと薄手な、うん、まあ、ライトオンスまではいかないのかな、ミディアムオンスぐらいの、うん、結構軽めの軽めな生地感のジーンズです。はい、まあ、コモリでいうとこうベルテッドデニムっていうのはね、うん、結構皆さんご存知かなと思うんですけれども、あのパンツと同じ、はい、素材になってます。なので、まあ、こう今ちょうど7月末ですけれども、まあ、これから8、9と、はい、まあ、10月ぐらいまでは暑い時期っていうのが続いていくかなと思うんですけど、まあ、その暑い時期でもあまりこうね、なんでしょう、生地感を気にすることなく、うん、まあ、ガシガシと履いていただけるようなそんなイメージのジーンズでございます。はい、まあ、薄手のジーンズっていうのはどうしてもこう履いていくと膝が出たりとか、はい、ちょっと生地感がよれてくるみたいな、そんなイメージがあるかなと思うんですけれども、まあ、それがなんかあんまり気にならないかなというジーンズでして、うん、まあ、僕も1月にちょっと購入実際しまして、まあ、今半年ぐらい履いてるんですけれども、はい、まあ、非常に快適、まあ、よく履いてますね。よく履いてます、うん、はい、多分この半年間で一番履いたんじゃないかなっていうパンツですけれども、まあ、今岡本さんが履いているブリーチ、はい、ブリーチです、まあ、いわゆるブリーチの名の通り、うん、まあ、本当にね、古着でもこうかなり色がもう抜けた、はい、インディゴが抜けたような、色味のブルーと、あと、まあ、この後紹介しますけれども、まあ、ネイビーと、うん、ちょっとインディゴ、まあ、いわゆるインディゴの色、まあ、ワンウォッシュ系の色、うん、はい、この2色で一応ご用意しております。はい、でサイズが、まあ、123とあるんですけれども、うん、まあ、ベースが501の WX の40インチ、はい、うん、まあ、結構いわゆるデカバキそうっすね、するようなそんなジーンズをベースにシルエットを作ってるっていうこともあって、まあ、どのサイズ履いても結構ウエストはこうギュンギュンに絞って履くような、まあ、ある程度大きいと思います、うん、そんなイメージかなと思いますので、うん、まあどうでしょう、どのサイズでもいいかなと思うんですけど、太さとかシルエットの好みで、はい、好みで選んでいただけたらと思います。はい、でまあ3を例えば普段1の方で3を履いていただいても、うん、あの着丈というか、まあ、丈、総丈のバランスっていうのは、うん、本当にいいバランスというか、そんな長くない日本人向けなバランスなので、うん、あ、さすがだなと思うんですけど、はい、そんなに長くないと思います。なのでクッションをちょっとこう入れたいなという方は、サイズを上げていただいてもいいと思いますし、うん、やっぱりまあそんなにデカバキ好きじゃない、はい、けどちょっとしたいなっていうようなイメージの方は、ジャストサイズよりで選んでいただくっていうのがいいのかなと思います。まあ、岡本さんで175センチ、はい、55キロ、はい、まあ、普段だと29インチとか、まあ、30インチぐらいで履いてますけど、まあ、1でも結構緩い、2でも緩いですね。まあ、拳2つぐらいは入る、 2つぐらい入ると思います。まあ、腰が抜けないぐらいかなというイメージなので、はい、まあ、ベルトしていただいてちょっと絞っていただくようなそんなイメージかなと思います。これで今1のサイズですね。はい、じゃあちょっとこの後、まあ、僕ちょっと私物で半年履いたサイズ3を見ていただこうかなと思います。はい、はい、それでは続いてネイビーです。はい、今岡本さんがいわゆるまっさらな新品の、はい、まっさらなサイズ1ですね、はい、サイズ1を履いてます。はい、で僕が半年履いたサイズ3を履いています。はい、で僕の場合これどうだろうな、月に2、3回は洗ってると思うので、うん、まあ、半年でいうと多分10回ぐらいは普通に履いて洗濯して、はい、うん、で乾燥機も1回だけ入れました。はい、でまあもうちょっと色味的に今映りがねあんまり分かりづらいと思うんですけ ど、目で見るとかなり違います。うん、はい、まあ、単純に岡本さんの履いてる新しい状態かなりネイビーが強いと言いますか、本当にちょっと赤みのある赤みのあるね、こうインディゴというか、うん、で履いて洗ってくると結構青が強く出てるなという、うん、そんな印象です。はい、で生地感も最初かなりこうちょっとカリッとし としてるドライな、そんなイメージです。ちょっと硬さがある感じですね。はい、カリカリッとしてるんですけど、うん、こっち
僕別に柔軟剤とか一切入れてないんですけど、はい、かなりしっとりと、うん、柔らかいです、ね、柔らかくなってます、うん、でまあ分かりやすく言うとこの膝、うん、ここの膝の部分というのはちょっとねやっぱり履いていくとまあこういう軽い音数なのでちょっと出てきてはいるんですけど、まあそんなに気にならないかなという、うん、はい、そんなシルエットです。はい、という感じでご紹介してまいりましたけれども、はい、まあ、ブログなんかでもね、うん、何回か紹介はしてますので、はい、まあ、そちらもね合わせてご覧いただけたらと思うんですけれども、どうでしょう、前回購入された方のリピートといいますか、はい、色違い狙いというのが非常に、はい、多いですね、多そうな感じが、あの店頭の反応を見てると、しております、はい、で僕自身もこっちの色欲しいなと思ってるんですけれども、うん、今回、まあ、ちょっと分の、はい、今回が第1便、はい、第2便が多分9月とかそれぐらいになるのかなと思いますけど、うん、なのでそんなに数が、ないので、はいはい、まあ、多分買えないかなと思ってますけど、うん、まあどうでしょう、気になってたっていう方は非常に多いパンツかなと思いますので、はい、まあ、一度履いていただくっていうのが一番伝わるんじゃないかなと思う、そんなパンツでございます、はい、まあ、他にもね、コモリだとよりもくのシャツとかワークシャツね、はい、ワークシャツですとか、うん、あとはそうですね、ウエストオブワールズのパンツとか、はい、キャプテンサンシャインとかデサントとか、まあ、もろもろ、はい、入荷してます、紹介しきれてませんけれども、はい、たくさん入ってますので、まあ、このパンツに関しても、明日土曜日、はいはい、12時から販売しておりますので、ぜひ一度手に取っていただけたらと思います。はいはい、まあそんな感じで今日は夏にちょっと最適なというかぴったりな、はい、コモリのファイブポケットデニムをご紹介してまいりました。はい、じゃあ明日、はい、お待ちしております。お待ちしてます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。